沖縄インコさんって噛む力どのぐらい強いですかどうでしょう中型インコで言うと。かなり強い。かなり強いです。うちでいる、うちでいる中型インコさんはオカメインコさんでしょ優しい方から言おうか。うん。秋草インコさんでしょきっと。<laughs> オカメインコさんでしょあとは、ウロコインコさん。 七草インコさんがおるね。七草インコさんがいて、鱗インコさんがいて、小金メキシコインコさんがいて、白原インコさんがいて、沖縄インコさんがいて、若き本線イ,インコさんがいるか。<laughs> ナンバーワンかナンバーツーや、ね、<laughs> <laughs> ナンバーワンかナンバーツーぐらいあの噛む力強いですね。ね強いっす。<laughs> 白原も強いかな。白原も痛いね。 僕、白腹に噛まれるんですよね。<laughs> こんばんは。オカメインコで、鏡が大好きです。ああ、来ましたね。<laughs> ああ、って言ってしまいました。オカメインコで鏡が大好きです。包丁すると鏡から離れません。アジの開きをするので、多分男の子っぽいです。発情行為ですかアジの開きって何ですかああ アジの開きっていうのはあれごめん、知らなかった。あれ、アジの開きっていうのこうして、こうして、うん、歌歌いますかね、うん、あな、アジの、よしとったねこ、うん、これ。これ誰でもするよね、オスはね。スねメスは、メスはあんまりい,、ね、いねオスはしますね。あの、発情の時ですね、します。歌いながらもメスについて回るもんね。うん。あの、歌いながらメスについて回ります。<laughs> 僕がこう、なるべくこう、こう、こう、近づいていくような感じですね。<laughs> うざいって言われますからね。うざいとは何事だ <laughs> で,で、これは発情行為でございます。発情行為はなるべく抑えた方がいいと思います。男の子だからね、卵を産むということはないですけど、卵巣腫瘍とか内臓疾患になる可能性が高まりますので、いつもいつもいつも発情するっていうのはあんまり控えた方がいい。ただ、年に一度か二度、発情して卵を産むという、 行為自体は、あの、生物としては正しいので。年がら年中しないっていうことでね。なるべく、そう、鏡は隠してください。鏡は発情します。<laughs> 発情しますっていうか、発情の相手が見つかったと思ってそういう行動になりやすいので。 うん。だからそれは正常ではあるんだね。薬を。鳥さんがに発情するから、人間に発情してないからね。だから鏡さえなくしてしまえば、あと餌のコントロール、あの、カロリーが多いようなものをしないようにしたり、夜きちんと寝かせるようにすれば、発情のコントロールができるんじゃないかなっていうふうに期待しますね。いつもご視聴いただきありがとうございます。良かったなと思う方は、チャンネル登録を。楽しかったなと思う方は、いいねボタンをお願いします。皆様に見ていただくことが、鳥さんの世界がもっと良くなることにつながることになります。 どうぞご視聴よろしくお願いします。